皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。19日、日本時間20日、マーリンズ4、20ドジャース、マイアミ。ドジャースの大谷翔平選手、30、が、1番、指名打者で出場し、3打席連続本塁打を含む6打数6安打3本塁打、10打点2盗塁で前人未到の50本塁打、50盗塁を達成し、51本塁打、51盗塁とした。 1>, 1試合3本塁打、6安打、10打点はいずれもメジャー自己最多。また、チームは12年連続のポストシーズン進出を決めた。大谷翔平、シャンパンで乾杯、ソックスに注目集まる動画。昨年、WBC で世界一を決めたマイアミの地、歴史的な猛打を見せて、前人未到の50から50をやってのけた。昨年 優勝した後と同じ会見場で大谷は、一生忘れられない日になる。好きな球場の一つになったと喜びをかみしめた。1回に3投を決めて大台の50投類を達成すると、2回に2投で51投類に到達。6回には右翼上段へ49号と、導かれるように歴史的瞬間に向かっていった。敵地が異様な雰囲気に包まれる中、 50から50まであと1本に迫って迎えた7回。大谷が打席に入ると、多くのファン、メディアが携帯をグラウンドに向けた。2球で2ストライクと追い込まれたが、1球ボールを見た後、外寄りのナックルカーブに体は反応した。打球は左翼へぐんぐん伸びた。ベンチではロバーツ監督が、マンシーが、コーチが全員、両手を上げた。大谷は本塁だと確信すると、 ベンチに向かって吠えた。早く決めたいなと思った。嬉しさとと同時に、記録を作ってきた先輩方にリスペクトの気持ちで今はいる。50から50、の達成に、敵地では超異例のカーテンコール。大谷はベンチを飛び出して手を挙げてファンに答えた。だが、伝説の一日はこれで終わりではなかった。9回、球場のボルテージが最高潮になる中、 大差をつけられたマーリンズのマウンドには野手が上がっていた。大谷は109キロの遅急をピンポン球のように弾き返し、3打席連発となる51号スリーランは生まれた。キャリアハイの1試合3本塁打 &6 アンダー &10 打点、2盗塁のド派手な偉業達成劇。1試合10打点は球団新記録で、これだけ打てたことはない。自分が一番びっくりしている。40の4 0 はサヨナラ満塁弾で決め、50から50は歴史的な猛打で決めた。ロバーツ監督は、現実とは思えない。何か特別ことをやってくれるじゃないかと期待して、それが本当に起こってしまうと話せば、マンシーは正気の沙汰ではない。常に想像を超える男は、誰もが予想できないシナリオで、50から50を完結させた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。